それでは後半の部を始めたいと思います。まず東アジア共同体構想っていうことについて、まあ最も私が重要だなと思うところからストレートにあの入っていきたいと思います。まずこの中国にハケンを握られたら。 ひどいこととになるとお指摘がありましたえまずこの没評価的にあの事実予測として考えてその可能性はまずありうるのかどうかその辺りを先生に聞きたいなと思っておりますと申しますのは確かおととしあたりでしたかアメリカの,あの海軍の高官がハワイ異性は中国の死生下に置くっていうようなことは ロとと発言したことがありましたよね、まあ、あれが単なるあの自分の勝手な失言なのかそれともきちんとそういう実態があってのリークなのかという点またこの中国は相変わらずこの地球環境問題について CO2 青天井ですよねそれからまた原は全く切り上げを行わないそれから の日本の民主党政権の,この移民推進策ですよね、そういったところから、これはやっぱり動きとしてはもう明らかにもうあの進んでいるんじゃないか、ただ、まあ我々が止めれるかどうかということもまた別として、あのまずその派遣の可能性があ,のあるのかどうか、先生の予測を伺いたいと思います。<laughs> あのね、あのー まあ、確かにそういう、ね、東アジア共同隊の話はずっとかなり前からあったんですよ。そしてもう歴史からこう見ればもう100年前からもうそういうような構想があったんだけども実際ですねあの、えー、いろいろこういろんな形の共同隊をやってきたんだけどすべて失敗に終わっちゃってねだって大東亜共栄圏も失敗したでしょ。あの、えー えー、日韓合法だけではなくてあるいは晩秋国の,あの、えー、ようなあの、えー、国の,作り,かあの作り方でも同じようにで大体あの戦後日本のね試合、えー、的な世論というのはね大体過去の日本に対してマイナスの面しか見えないなんですね。で実際ですねあの、えー、こう100年単位でこう、えー、日本を見る場合は。 日本がなければ、本日のアジアはありえないんですよ。その地点というのは、日本が今一番欠落しているのはこういうところで、だから、あのこうドンギーのね、ドンギのこう価値判断から、スタートの時点からもうすでにおかしくなっているし、そして例えばあの、共通の教科書を作るでさえありえないんですよ。要するに、日本が非常に、<laughs> 日本人が非常に真面目に学士や、本当の研究,を研究者が出しているなのに、中国が参加するのは政治家なんですよ。<laughs> だから作れるはずないし、だからその一番基本的なものでさえもできないぐらいだから、で発想もこう全く違うしね、ね例えばあの日本人のような例えば大東亜共栄圏という発想というのは、これは超文明的、超文化的な、超民族的なんでしょ、どの民族でも共栄圏でしょで、中国的発想というのは、ね、例えば大中華共栄圏というのは、ね、中国をはじめ香港、台湾だから、ね、佳境を。 含めたこれも作れないですよ、なぜ作れないかというとね、あの技術がないんですよ。大中華教育圏というのは、ね、資本もないし、資本、確かに、過経資本はあるんだけども、やっぱりね、あの資本というのはビビたるものなんですよ。やっぱり日本の資本とか、ユダヤ資本が入らない限りはできないんですよ。だからあの、えー、大中華教育圏というのは、一時的にもう9年内というのは、もう日本のマスメディアもかなりあの、彼、盛りあの取り上げたんだけどね。 あれは一種の自,自殺の文明系なんですよ。だって、資用がどういうふうに入ってくる。で、閉じ込めたらもう自,あの自殺行為なんですよね。だから、そういう基本的な考えというのはあの、えー、マイナス面は検討しないで、ほとんどがプラス面しかこう取り上げないというのはね、今のようなね、あの中国論の、えー、著書を見る限りはね、もうものすごく偏っているんですどの本でもね、例えばこの面から考える場合はこの、このプラス面から考えて、マイナス面から検討しないんですよ。だから、客観性がない。 だ今の日本人っていうのはこういうのは大好きらしいですよ。要するに偏ったドンディがもう飛びつくらないんですよね。だからああいうドンギになるとあのみんなね例えば調子を出してもね買いたいなんですよ。まあ客観的なものっていうのは買いたくないんですよね。<laughs> 要するにこう非常にねあのこう独断の偏見のものに対して興味持っているのは今の日本人なんですよね。であのアジアあの東アジア共同体のドンギでもそうなんですよ。 こういい面しかねあの例えばあの祝い精神に基づいてとかあるいはあのアジア人がこう、えー、と戦争しない方がいいと平和の方がいいとというような基本的に、ね、こう夢しか考えていないからユートピアがこうユートピアを取り上げながらじゃあ現実はどうかという論議はないなんですねだからあのその東や共同体というのはそんな簡単にはいかないと思う、うんというのはあのだって なぜ簡単に行かないかとだって、あの韓国だって、あの同じ韓国、同じ朝鮮人でもね韓国と同じ文化でしょ、で言語も同じなのに、韓国だってね、あの北朝鮮と一緒にできないぐらいだから、いや、これ、韓国、半島だけで、日本の日日本の、ね、日本ののね朝鮮人とあの韓国のみんなと北朝鮮系って合わないでしょ、もうほとんどこう敵以上の敵なんですね。だだからだってあの こう政治問題をこう除いても日本,日本でとる中の南の朝鮮人南の,あの韓国人と北の朝鮮人でされでも合わないぐらいだからましてですあれほど巨大なこうアジア全体で包括するような組織というのはね私がまあそれらはまだいいとして、ね、こう建前としては実際じゃ作ったらどうなるかというの、ね、はね かなり揉めて揉めて時間かかるんじゃないかと思う。だって中国だって今あるでしょあの、チルベト問題とかウイグル問題さえでもクリアできないぐらいだから、ましてありえないなんですよ。うん、というのはの念のため補足してお,お尋ねしたいんですが、先生はあの戦前の大東亜共栄圏<う>っていうのもあの理念として、ま、あのよろしくないものと捉えていますか,すか大東亜とうのは理念としては、ね、あれがあのこう 要するに大東亜教議会の基本的こう思想的根拠というのはね、道教の教制の思想と仏教のね、仏教の修正の思想、修正というよりも修正と,よ修正とよ読むから、大衆の衆に修正。修正の思想をあの、えー、から生まれたのは大東亜教議会なんですよ。あれは超民族的、超国家的ような教育体だけどね。 あれが当時、としては総熟だだったんですよだから当時あの国際環境は歴教の時代だから、あのー、こうああいう競争の中で作れなかった、ただ、あの理想が今も残っていると思うんですよ。だからヨーロッパ、EU というのは、ね、あの思想に基づいて生まれた EU なんですね。この,この関係というのは非常に深いでしょう。うん、はいどうぞ、ご質問ある方、はい、さんさん。 例えばアヘン戦争なんかでね、でそういうものに対あの、西洋に対抗するものとしての,そのアジアということでね、やろうとした、で今のですねあの東アジア共同体があの多少なりとも評価されてるのはね、 これは今度は逆にずっと日本がこれまでその日米安保条約の下でですね対米従属の路線をずっと引いてきたわけですよね、それに対するアンチテーゼとして、結局は自民党がまさにそうだったわけで、それに対するアンチテーゼで、本来は日米対等のねえ安保でいいんだけれども、それを飛び越えてね、じゃあ、アメリカとの少し距離を置いたらどこにくっつくのかという程度でね、語られて受け入れ,け入れてる。 これ、決定的に僕は誤りなのは、この前、実を言うと、あの民主党のまあ顧問やってる榊原英介さんいますよね、あの早稲田大学の教授で、あの方が話したんでね、えーまあ、彼はどっちかというとそういう類いなもんでね、僕は議論したんですよ、でふっかけて、基本的にもし東アジア共同体論争をやるとね、えーまあえー、通貨は統合しますよ。 通貨統合するってことはね、じゃあ、日本が景気が悪いからといって、じゃあ、その金利を下げられないと、えー、景気がいいからってね、上げてね、金あの景気を冷やすってこともできないんですよ、つまり国家の主権を放棄するのは、に等しいと、で国家の主権、どこがじゃあ、その通貨の決定権握るかっていうと、中央銀行は多分北京あたりに置くでしょうと。 そうしたら中国がじゃあ、アジア全体の経済運営の決定権を握って、日本はそこにいいだダク,ダクと従うということになるとね、これはまさに国家主権の放棄であるよと、この前ですね、オバマさんはですね、今、G20 というのがどんどん下り坂になって、G8 が下り坂になって、20になってますね、そこにオバマさんはいいことを言ったのはね、今後、G8 はやめてね、G4 にしようと。 どういうことかって言ったらね、アメリカと中国と日本と EU はね、もう統合されてるんだから、政治的には1個でいいじゃないかって言っすそうするとね、もし東アジア共同体が進むとどうなるかうとね、東アジア共同体は合わせて1個でいいじゃないかと、中国か日本かどっちかが代表出てくるよと。ということはね、まさにさまざまな面で言って、国家主権の放棄であって、これは僕はどうしてもね、民主党は僕は基本的には支持頑張ってほしいし、支持してるんですけども、 どうしてもこれだけはちょっと問題が多いのは政策としては地域試験を一生懸命言っている地域試験を言うということはもっと下には国民試験というか個人試験があるんですけど個人試験が実現されするための地域試験なんです地域試験の上には本当は国家試験がなければいけないんですそれが全く欠落している国家試験のないところで地域試験を言ってる。 やってもね結局、世界統一政府がいくつかに分断された形であっていっぺんに国家そのものね、民族の文化や伝統というのが抜け落ちてね、地域の、まあ、市町村の自治体に行くと、そこでせいぜいその教育だとかなんだとかね、まあ、細かいことだけあなた方決めなさいよというね、これはちょっと国家間としては非常に問題多いなと。あのね <laughs> あの、もうちょっとこう、あのね、もうちょっとこう、あのこうこうひ広げてみるとね、 やっぱしこう全地球をこうあの包括するような国連ですね、国連の役割を果たされながらブロック、ブロック的にこういろいろこうただあのエペックとか、あるいは、e、U とかの出てくるでしょういや、要するに国連のね、国連というのはあの早すぎなんですよ、早熟だから、で国連はこういろんな問題解決ができないんですよ、で,できない理由というのはいろんな理由があるんだけど、例えばあの常任。 デジ国体いろんな苔を絡んでねできないだからだからヨーロッパはしょうがないから EU を作ってでアジアも EU と同じように作ったらどうかっていうのはね、まあるいは中南米とかねあのこういろんな国々のこうブロックブロックを作っていくでしょじゃあ果たしてこれ作ったら解決できるかっていうのはあくまでも人のこう夢ないですよだって、えー、ソ連見たいようにねあれほどいろんな国をこう集めて民族を超えてですねあの 集めても、やっぱり崩壊したんですよ。あの、ええー、四、五十年ぐらいかな。あの、四、五十年、あの、ええー、ソ連っていうのはね。七十四歳まで、あの、あれですよね。ロシア革命からな、七、七十、四歳まで、こう、生き延びたんだけどねだ。じゃあ、あソ連みたいなような一つの共同体作れば、国家連合ですね。で、うまくやっていかれると、そうじゃないですよ。要するに、ね。今のは、人間の存在する限りというのはね。やっぱり、あの、個人中心と家族中心とか。 あるいはだからそこをいかにバランスこう、えー、バランスを保っていって一つのこう共同体らしいものを作っていけばいいっていうのはこれある程度バランスがないとねうまくいかないと思うんですよだからあの、えー、例えば東アジア共同体彼にこの理想がある程度やってみないとわからないとしかしですねあの 日本と中国と韓国のあ,のあたりじゃだめなんですよ、要するにインドも入れて、アメリカもいろんな国々が入れないとバランス取れないと思うんです、ねはい。今、ご議論されているテーマはやっぱり多様性だと思うんです、私は。あの市町村合併で起きている均一化と同じことが世界地図で起きているんだと私は思います。<laughs> あの甲先生 の国際法がまだ未熟だから国連がまだ未熟だからとおっしゃいましたけれども私はあのずっと未熟でいいと思ってるんですこれがもし成熟したらそれこそもう個性の喪失が起こるんではないかなと気惧しますだから先ほどからうなずかれてれす、ね、あのもう一つこう、えー、あの補足するとすればですねやっぱりいろんな貧な国家っていうのはいろんなこういうあの 理想とか夢があって大体中国人の一番基本的理想というのは、ね、天下一国主義なんですよつまり世界が一つでいいとという,ような天下一国主義実上 <laughs> だから一国でいいとただ一国になると一体どうなるかっていうのはね大体そういうような理想というのは数千年にわたっても、ね、できないんだからじゃあこれから一体どうなるかっていうのは理想と現実とはどう,どういうふうにバランスするか 取っていくだからどうしてもねあの、えー、この、えー、100年近くですねアメリカを中心として徐々に成熟して一つのこう秩序を作り上げて維持してるでしょだって中国がかつて数千年の間でいわゆる「海秩序」がずっとやってきたでしょどうしてもこ,これなんですよだからあの世界までこう,あのこうなんていうかな広げていくと海秩序だけじゃあの東アジアしかあの えーま、守れないだから世界秩序になるとどうなるかというのは、ねあのえー、2つ方法しかないですよ要するにあのバルスンのパワーの視点が考える場合は大体いい、勢力均衡で例えばあの国はだい大体同じぐらいであの力を保てながら均衡を守っていくあるいは一国がこう超巨大の力で全部抑えていくかっていうこの2つしか、ね、あのできないんじゃないかと思うんですね実際は。 理想ではなくて実際はこれしかできないと、今のところは何かご意見、ご質問人類がすべて将来というような考えでうまくいけばできるかもしれない <laughs> そうですね、そういう理念が浸透してもらえればね、<laughs> 松本先生あの、前の方、先ほどからうなずけられて、もし何かご質問、はい、ご意見あればお願いします。 えっと、あよあの吉田と申しますが、せっ、まあ、かく皇后先生はあの台湾のご指示なので、はいその、台湾と中国と日本の関係について聞きたいんですけれども、結局、日本も,日本もそのこういう経済環境の中で,ですと、まあ、アメリカなのこの外事というよりは、むしろ中国の方にする寄っているという、ち経済的に中国に従属しているというのは、まさに台湾の場合も、どんなま,ますます台湾の資本化というのは中国に言っていますし。まあ 対中国への依存だって経済的に上がってきていると思うんですね。その中で、あの、えー、どうどうどうまあ中国っていうのはう台湾を処理していくかっていうのを、のね、のその点の視点をでお聞きしたいんですけども。例えば、あの、えー、に二二二世紀の全体的なあのなんていうかあの、えー、流れから今日に至るまでの国家の例えば国家が生まれてであの 力がついてきてでそしてあの、えー、一つの国際社会が形成していく過程の中でどう見ても、ね、あの私はなぜ常にあの文化と文明の視点から見るかというと経済成長というのは、ね、あのそんなに長続きしないんですよ。例えばアルゼンチンチの場合は アルジェンチンの場合ですね、一時的にすごかったんですよね。大体アメリカの通訳はアルジェンチンで他の、の他の国々というのはね、もうあの時代もあったしあの、特に第二次世界大戦まではね、で私もねあの、9月の末でアルジェンチンが帰ってきたんだけど、古いなんですよ、もうあの地下鉄の,あの乗って、もベタベタなんですよ、あの危機で。あれ、1930年代の、100年近く前、80年前のこう地下鉄で、で社会全体的に、ね、どうにもならないような。で 全体的にこう地球規模を全体的に見ると、じゃあ、えー、この100年の間で世界の国々どこまで変わってきたかというと、ね、そんなに変わってない。例えばあの、えー、過去の,、ね、過去あの,の,あの世界の10代経済大国の中で、えー、この100年の間で変わったのは、ね、そのままこう えー、変わったのはアルゼンチンだけが没落して日本がアルゼンチン代わりに世界の重大の経済対抗になった。だから100年たったってね変わったのはこれしかないですよアメリカはアメリカイギリスはイギリスドイツはドイツだからそんなに大した変わりはないんですよ。だから中国の場合は確かに今いろんなねこうあの、えー、条件が揃って経済成長はあのしてんだけどねそんなにずっと続くわけではないしね。 えー、うまくいってる理由というのはそれなの理由があって例えばあの経済成長の中で20%が不動産なんですよね不動産というのはたラなんですよたラだからあのもう,もうあのなんていうかなもともと全く価値のないものが急にこう、えー、石油を掘ったみたいなよう有、ねえー、消費権のこを売ればお金になるんだ,かだからあの数字が経済成長になるなんい、ね、ですよねで中国のねこう経済成長の理由というのはねあの 海外のあの資過剰投資なんでしょ要するに投資による、えー、成長と人件費が安いだからこの条件で、ね、徐々,々に、ね、ある程度例えば5年10年20年経つとこう変わっていくから他の国があの、えー、追いついてくれる例えばインドの方からあるいはインドの後でまた他の国が追いついてくるでしょうそういう変化のねそういう、えー、コツコツと世界的なあの えー、つまり経済状況から,経済条件から見れば変化しつつあるものがまず考えなければ永続性がどう,どうなるかということをやっぱりまずここから考えながらだから我々の、ね、理論の前提というのはあのつまり変化を見ない場合はそのままずっとこうあのスムーズにいくという,ような考えが一般的だけど、ね、本当になれば例えば5年後、10年後どうなるかというのはある程度視野の中に入れて分析しないと。 あの分からないと思うんですね、うん、だから例えば今台湾が確かにあの資本が全部みんな中国に寄付されてるというのはどこまで寄付されてるかというとねあの台湾の国内投資よりも中国の方が多いんですよ中国が80%あるんですよ台湾セ20%しかないだからまあこれを見る場合はもうほとんどお金が向こうに行ってるからだから台湾のね出口が多いんだっけどね 台湾の企業が今だって幹部があの約200万人が中国の方に行ってるだからあの台湾内部の消費が少なくなると200人がこう外出るとねあの車乗る人タクシー乗る人も少なくなるしであの経済もあのこう停滞していくなんですよあのでそういう状況がいつ頃変わるかっていうの、ね、はやっぱり時期が来るとまたこう変わっていくるんじゃないかと思うんですね。 だからあの、後継期はそんな長続きしないと思うんだけどね、中国もやがて、あ,のあとは後進国が追いついてくるしで、その条件が変わっていけば、いろんな問題が出てくるなんですね、だからあの、どのぐらいの単位でこの社会の変化を見るかということなんですね。永続性はないと思うんですよ、うん。あのね、さっきがちょっとねあの、えー、人口問題聞かれたんだけども、私、ちょっとね、 作り、えー、加えたいんだけどもね、まあ、大体日本の場合はあと900年ぐらいかなあの、まあ、確かにあ,のあと50年ぐらいで人口は半分でしょあと900年ぐらいで日本が地球から消えていくというような予想もあるんだけどねうんとねそういう問題はねもっと深刻なのは中国とロシアなんですよ。 ロシアの予想ではね今ロシアのこう、えー、なんていうかあのえー、と出世率を見るとやっぱしある程度はねあのこうロシア人ではど,あのどん兵衛だからだからお酒はどうすればいいかっていうのは今スイルがっていうのはねあ,のああいうアルコールの強いものをこうずっと飲むとね 生育率が低くなって、だからロシア、今、一番心配しっていのは、ロシアは多分ね、えー、私あの、ロシア関係のこう資料を見ると、向こうの予想ではね、2400年ぐらいは全部地球から消えていくなんですよ、ロ <laughs> シア人全部こう消えていく、えー、今までの状況にい、いけば要するにその理由では避けないんですよね。 酒,酒だけで消えていくもちろん日本は、ね、酒じゃなくて現日本は、ね、<で>ビールのお酒のコマーシャルがやたら多いですよね、<laughs> ここ10年ぐらい。で、日本はね、やっぱり,っぱり心理的に、あれですよねあの、まあ、女性が産みたくないという気持ちがあるでしょあ,、まあそういう社会になると、やっぱりある程度があの、ある程度来ると変わっていくんじゃないかと思うのただね、それ以上に深刻なのは、ただ中国の場合。 中国の場合はね、あと、まあ、中国のね、注意学会のあと50年、中国人が亡、えー、国、亡、えーね、国ですね、国滅びて、種族がの、宗の断絶、宗の絶、えー、滅になるというのは50年後なんですよ。で、理由はどういう理由かというとね、これも統計数字が見た場合は、つまり、24、えー、5年前ですね、開花開曜のちょっとあとの統計を見ると、 大体あの不妊率ですあの。つまり子供生まれない率が3%前後、2後が3%前後あの、こう、産めない。でね、2年か3年前ですね、あの数字見ると、つまり、えー、3000、つまりあの1億2000万組、1億2000万組の夫婦の中であの、えー、不妊率 ですね、つまりこの生まれないのは3,000万組なんですよ、産めない。そうするとね、えー、っと20何年前に比べると、急、え、に、ー、ですね、あのえー、3%から25%近くこう増えたんですよ。だから、そのままでいけばどうなるかというとね、50年後は州の,じあの絶滅になるというようなこと、50年後なんですよ。で、その理由はどういう理由かというとね、2つの理由があって、1つはね、環境汚染なんですよ。 で環境汚染によってですねう生まれた子も出てい指がないとか耳ない,ないとかね目が見えないとかいろんなこう,こうあの環境病というかなあの病が出てきてで環境だけはまだいいんだけどね中国のね有毒食品有毒餃子を見たいなようにねこうみんな毎日ではこうあの、えー、食べるこう食べ物と、えー、農薬汚染とか重金属汚染などなどですねあの環境のつまり環境だけじゃなくて こう口の中に入れたものが全て有毒食品なんですね。あのそういうような厳重のモもので大体あの,えしあのなんていうかな民族学的からというよりも人種学的から見ると徐々に人間が蓄積したいろんなこうあのなんていうかなあのこう水銀とかいろんなあれでしょであのまたこう作ったあのこう衣をも玩具から着るものも全てあれですよね。あの えー、あの有毒性のものとか,なんかいろいろこなそういう環境の変化の中で多分50年しかこうできないらしいですよあの。環境を改善しない限りそうするとどういう問題に直面しているかというとねこの国があの成長を維持していくのはこう環境投資ができないから少なくともね 環境投資があのあのなんか中国の統計では、ね、1年の間の,あの成長率に比較するように、ね、つまり前年の経済成長率に比べてです、ね、環境あの破壊では三年分らし,しです、ね、つまり3年分で回復可能な環境汚染とか破壊だから水質あの、水、空気とかいろんな土壌、えー、の汚染とかこういうふうに改、ね、善していくと。 まああの今までは大体あの、えー、50年ぐらいしか持たないというふうに言っている最近では、ね、50年なら20年しか持たないじゃないかだから問題はここで1年もあるんですよ要するに経済成長を続けていく場合とあるいは経済成長をやめて環境をどうするかという環境投資がどうすればいいかというそこがお金がどうすればいいかということが問題なんです資本どういうふうに環境投資を改善していくかということとあとが 成長率が8%が、あのー、守らないと結局、社会が政治は維持できなくなるんですよ。つまり80、80%がやっと、あのーえー、雇用率です、ね、つまりあの年間が約1000万か1500万の出国銀行給付するのは最低限度ン8%の成長率がないとできない。そうすると、えー、それを守っていくのはあのー、環境はどうでもこうならないから、だからそこが事前もあるんですよ、経済成長。だから経済成長が数字高いだけでは いいいとはかかけないしねじゃあ環境はどうするかとじゃあ地球資源は果たしてそのぐらいの,あの地球資源が使えるかあるいは太陽熱をはじめ、ね、地球以外のほ、えー、他の惑星の資源がどのぐらいで持ってくるかといういろんな問題を抱えてですねそんな簡単ではないでしょう、うん、ご意見ご質問ございましたら松本先生じゃないか どうも、えー、松本道博です江、えー、先生とはもうずいぶん昔からお付き合いで今日のお話でも全然矛盾がない昔から一本筋が通してお話をされたなという楽しく聞かせていただきました。 えー、今日一番新しいのが「中インロの文明衝突」という「三国志演義という発想が非常にユニークだったですねこういう人はあんまりいなかったんですけども私がちょっと感じてましたのは、えー、途中で先生がお使いになった「葛省連行というねこれを中国を中心として。 要するに、あのパックスシニーカーをめぐって考えるとすれば、えー、ロシアもあその中に入るんじゃないかなと、つまりインド、ロシア、台湾、それから、えー、ウイグル、モンゴリア、実は私は秋田の国際教養大学というところで、まあ、最近、客員教授をして、授業は、えー、全部英語でやってるんですけども。 生徒が7 8カ国いいまして、ね、こういう問題よよくやるんですよそうするとねモンゴル人っていうのはすごい侍って日本人非常に侍でね中国人を低く見てるとものすごく一本筋が通ってるだから何で日本の相撲界がモンゴル人全部やられるのかっていうああいうオオカミのような思想があるんですね日本は明治からオオカミを絶滅させてしまいましたけど彼らは 内モモンゴル外オオカミがいっぱいいましてねえ先生さっき言われたようにオオカミとヤギとうまくいかないというけれどもオオカミで羊はもっとうまくいかないとそれで、ね、モンゴル人から見ると中国人は羊であると言われた通り上から従順に従っていくわけで、えー、モンゴルに来ても 狼を全部殺してしまって中国っていうのは毛沢東を中心に羊の大群みたいにガー攻めてきて草を全部食ってしまうから、えー、そういうふうに非常に危険なけれども一人一人の個人というのがあのなかなか生かされないとそうするとねあの日本を取り中国を取り囲む合掌連行とすればね、えー、そういう一つの可能性があるかどうかそれにはソ連も巻き込んでしまうという形になるんですけども。 先生のほかの中で中ロという見方をされるとインドが真ん中に入ってくると西洋諸国それからアメリカ日本と全部入ってくるんですよねそのあたりにこれからの三国志ではなくて合掌連行という発想が成り立つかどうかですねそれとも核になるパックスシニカルの中に中国とロシアというのがもう戦ってると。 それを囲んでしまうという方がいいのかどうか、これが将来ね、日本の戦略として非常に重要なビジョンとなり得ると、そのビジョンがちょっと先生とそこだけ食い違ってるんですけど、絶対に中インドという形で見ると、今度はあの日本の戦略は変わってきますね、中国を中心として考えるのか。 中国とロシアを戦ってみい,いからそれを囲んで新しい合掌連合の日本のこれからの在り方をどう見るかということですね先生の意見をお伺いしたいんですけどもあのねあの例えばの特に金何、えー、ていうかあの、えー、近,現近現代の国民国家っていうのはねなぜ昔の国とは違って昔の世界帝国ねあの オスマントルコとかねロシア帝国とかあの新帝国みたいなようなああいう国の形であって別のねつまり産業革命と市民革命の後で近代国民とかそういうタイプの国が出てきたかっていうとねあのどの国から見ても民族が違うんですよ例えばイギリスの場合イギリスではねあのイギリスではあの、えー、とアングルサクソン系とあ,のあれですよ スコットランドもケルト系だしあのあの、えー、アイルランドもケルト系しで全く違うの,あの、えー、人々が同じ一つの国を作るが一番こうポイントというのはどこかというとねなぜ近代国家が生まれたかというと非常に大事なのは宗教なんですよ例えばベルギーがなぜできたかというとベルギーというのはね オランダ語をしゃべる人間とフランス語をしゃべる人間というのはねあのベルギーというのはあのオランダ系はオランダと一緒に一つの国作らないでフランス系はフランスと同じ国作らないでなぜねわざわざあのこうベルギーという国を作ったかというとねあの言語は違うよしかし宗教は同じなんですよね。 だヨーロッパの近代国家というのは宗教はいかに大事かということ、でこ,うこういう宗教は、ね、いかにこういう近代国家を影響するかというと、ね、インドを見れば分かるんですよ。インド,インド人とパキスタン人とマグラデシュというのは、これ大体文化的も言語的もいろんな組織が同じなんですよ。ただ宗教が違うだけで、あれほどですね、あのこう、対立の状況を見ると、宗教はいかに大事かということなんですよ。 つまり今の人間というのはここからまずねこの宗教からですねインド中国インド中国年、はい、を見る場合はその要素というのはわれわれ見逃してはいけないというのはわはい、はい、かりましたそれでねちょっと異論があるんですけどねあの宗教が重要であるということはこれはもう間違いないですヨーロッパにしてもあ,のあれは何ですかねマックス・ウェーバーの言うその やっぱりキリスト教とねこれがやっぱり資本主義を生んだとツイングリーとかあの辺りがねそれで現在まで続いていることは確かなんですで先生がおっしゃったようにあのあれドバイとかアイスランドっていうのあの金を中心とした国家が崩れていくとすればその延長としてアメリカも崩れるはずなんですよねその点で,でいくとやっぱり宗教が作った資本主義体制というのを崩壊していくと。 なれば今後は宗教じゃなくて宗教以前の精神主義とかねそれで今おっしゃったケルトなんか動物に言えばオオカミの連中ですよバイキングとかこれが復活しすぎて宗教を中心とした形が消えてしまってこれから動くのは民族ナショナリズムやネイティビズムニュージーランドだったらマウリ族とかそれ地方が動いてきてるんですよ僕はモンゴールとか 自由土の中から生まれた思想というのが出てきて宗教の時代は終わりになるというふうに考えてそうすると日本のね、えー、武士道の復活私はそれをもうちょっと考えてうちの国際教養大学ではニトビ謎の武士道を教材にしてね離島期なんかどう言われてもうちは引っ張ってきてやるという。 一あの武士道に行ったのは台湾の、ね、離島沖たりなんですよね、うん、それを怖がってるうちだったらモンゴルの気迫に勝てないからね、うん、相撲だけじゃなくて、日本が周囲で、ね、動く、うんで、私はあの先生、そこのところはちょっと見方がちょっと違うかもしれませんけど、ただね、先生一つ共鳴したことは、これから GNP が GDP になってきた、その GDP も,もう古いと言われてるんですね、うんうん、何をもってその国の協力するかといったら、 これは、ね、ユダヤ人から見ると日本は天皇主義天皇経済主義って言ってますけどねこれはもう精神的なもんでお金に換算できないですよね伊勢神宮のあれは金銭価値などどれだけの担保力があるかそんなこと言ってるうちはもう勝てないですねそれで私は先生はちょっと違うのはもう宗教時代と違って見方が精神主義ともう民族土地から生まれてくるものが経済価値に変わっていくとそういう見方で <coughs> 最後先生で議論したいのは これかからの大学はどうあるか上昇指標中国も上昇資料で韓国も高く行けばいいというんだけどそのシステムが崩れた時はね明治維新以前の寺子屋とか藩校とかそういう形に戻ってくれば今度はね塾の思想に戻ってくるんじゃないかな私はそういう考えなんですけど異論があればもう反論していただいて結構ですからのの意見をあ,のあのねあのまずこう宗教がずっとですねあのまあ 宗教革命以降ですね、ピュリタント系、例えばヨーロッパを限定して見る場合はね、ピュリタントとカソリックというのは、やっぱりソ連によってね、あのいろんなこう近代的、えー、国家民族というのが生まれてくるんだけども、でし,しかしあのこう、えー、例えば中国みたいなようなね、製造化した民族というのはね、宗教よりも経済利益が大事なんですよね。ただ、経済利益になると、結局、例えば今、中国みたいなようにね、あの え経済でいく中心にするとあの近代国家を作る場合ですね、経,経済中心、例えば経済中心で、どういう問題が出てくるかというの今、中国のように格差が広げてくるんでしょう,うまくいくのほうとだ、今、中国というのはどこまで深刻しているかというとね、大体20万人前後の人間が国家の、ね、70%の富をあのアいや、アメリカ以上なんですよ、世界が一番格差が広いじゃない。だで でやっぱりある程度はねあの宗教シーンがあった方がバランスを取れるじゃないかと思うんだけどねであの例えばあのイスラム教徒のねジハードを見てもね今世界で大きな問題を抱えているのはテロ問題なんですよで今まで地球問題を考える場合は例えば人口とか資源とか 環境とかいろいろ考えてきたわけで、ね、最近学を使い加えたら、ね、テロもないどう対決するかだから今飛行機乗るってのは大変なんですよね要するに彼らは何を反乱してあの自腹の宗教つまりね自分犠牲しても家族全部犠牲してもいいし要するにあの神のためにあれ今ま,まだねかなり影響力あるだからこのバランスなんですねつまり もうす極端な利権国家を作るか、あるいは世俗国家を作るかっていうのは、そこがやっぱり中国的パターンとあのイスラム国家のパターンがこう2つが出てきて、将来一体どうなるかというのは、例えばハンジントンを見たように、あの文明の衝突だからアメリカとイスラムはあのこう絶対こう避けないっていうのはね、ね果たしてどうかというのは、ね、いろんなこう調査の中でいろんな論議があるんだいやそんなことはないと。文明ってちゃんと対話も こういうでもできるじゃんゃ、いろんなあれなんだけど、ね、ただそれをねあのこうなんていうの,あの討論する場合は私が非常に大事なことが一つがあってつまりね国家はあのこれからどうなるかというのはね一つこう近代の人間で、ね、近代人間の最大の,そあの、えー、組織はやっぱり国家なんですよ主権主権ももも持ってる国家そうすると将来の国家というのは一体どうなるかっていうことなんですよい大体2つの施設があって1つがね つまり国家だんだんこうあの、えー、増えてて、今、大体まだあの続いてるんですよ。えー、例えばあの満州国成立した当時は、ね、満州国が世界各国にあの、えー、出した独立建国生命と、あれ、全部、ね、71か国出したんだけど、実際そんなにいっぱいの国国にない、当時、大体独立前後の資金がなかったからで、今は200ぐらい、3倍ぐらい、この60年間、3倍増えた。 そうするとこれから,やったらどうなるかというのは、ね、その3倍増えた理由というのはどういう理由かというと、ね、つまり今までの、ね、伝統的な例えばロシア帝国とかオスマン帝国とかあの、えー、中華帝国が崩壊したあとで国家が増えたというわけですよ。えー、いろんな国が増えたんだけどもで今が3倍でしょ、60年間3倍じゃあこれから一体どうなるかというのはいろんな施設があって例えば今国連で、ね、使用できるのは200か国が限界じゃないかと。 であの今年のね何月頃から3月か4月頃であの、えー、ロシアの学者、えー、の方からアメリカは毒物熱するというようなあれ出てきたんですよ。アラスカでは異カ国とか、えー、テキサスとかんかいろんことあのドンギだけどね果たしてこうなるかというのはつまりねこれから国家どうなるか果たして300万いくかどうかということとあるいはあの別の説っていうのはね文明中心のこう昔の 中世みたいなの,あの文明中心の国が生まれてくる例えばあのヨーロッパみたいなのキリスト文明が EU が主権を保ちながら EU を作ったとで EU は確かに例えばアルバの問題いろんな解決ができるんだけどまたいろんな問題考えてるんですよだからこれからの国というのはどういう形になるかっていうんだねだからねまた話戻して宗教だけで考えたら絶対間違うと逆にねそれは中国自身は宗教で覚えてないんですよ 地理ト教は来ても太平天国の乱というわけで、うまくね、利用してしまって、プラグマチックに動くわけで、宗教ではあの国は絶対動かないんですよ。そうするとね、あのもし先生の意見が正しかった、私は間違ってすれば、イスラムが中国の土台、ね、もう全然、背骨から崩していくということがあれば信用しますけどね、どこまで行きますか、絶対お伺いしたいですね。イスラムがソ連に対しての脅威は分かりますけど、中国の中でイスラム権がどこまで行くか。 それでイスラム圏が中国、ね、を壊すぐらいにあれば宗教パワーがすごいと僕は認めますけどどこまで影響あるかというとやっぱかなり圧力が強いじゃないと思うんですよ例えばあのアルカイダですね中国があのウイグルをだなした時そうあアルカイダーが攻め出したら絶対こう保護するというのはあれだけ中国はビーとしてたんですねあれだってあの いつ頃どうなるかわからないし、上海でひょっとこうするとどうなるかわからないし、だからやっぱり影響力があると思うんですね。これからの政,あの、えー、政策なんですだからあのでも問題なのはねあのイスラムの国々の中にもいろんな無人があるから、そこが問題なんですね、うん。だから例えばですね、イスラムの理想というのは本来ならば世界は一つなんですよ。イスラム世界は全て一つだけでね、それが一つにならないというのは逆にお互いに牽制しながら。だってあの同じ かあのカソリックの国家はです、ね、例えばあの中南米、あのラテのグリングリというのはね言語も同じ、もう全て同じ、なぜあんなにいっぱい2、3時国分ける必要があるかというと、ね、やっぱしあのこう同じ文化、同じ宗教以外には同じカソリック以外にはやっぱり国家利益、そこも一つの大きな条件じゃないと思うんですよ。よそこはあるんだだけどもただですね やっぱしあの理想は理想、つまり一つアラ、あのアラブが一つというような理想が、だその理想と現実はどう調整するかというのは、そこが問題だと思うんですね。うん、でもう一つは、家教って言いましたよね、ユダヤと家教というのは、あまり大変なのは、私は家教の動きは注目はしてるんですけどね、それは非常に実利的ですよ、だユダヤ人がなんで金を抑えたのかというのユダヤ教は関係ないですよね、宗教をもう完全に無視して、現実的にお金で買えるか買えるかと宗教と離れちゃってね。 非常にプラグマチックというか実力的な思想で中国的な割り切った思想が出てきた場合ねそれと宗教的な関係どうやってぶつかっているのあか、ね、今華郷の話で出てきたんだけどね私華郷はもうすでに崩壊したと思うんですよもう消えつつあるというのはねあの中国あのなんていうか新しい中国人あれねすごいですよあの年間で大体約300万人だから10年で3000万人なんですよね あの例えば毎年、ね、あの欧米行っている中国人というのは110万か130万なんですよ。ロシア、ああいうような、ね、寒いところであの国境を越えててロシアに密に動く人は年間50万人なんですよ。昔の満州国は、ね、年間で100万人が毎日上を超えて満州国に入ったぐらいだからだからこの人口過剰の国というのは、ね、今直面する問題というのは、ね、逃げる、逃げるということなんですね。 だから命かけで日本にこう、えー、密に起こしてね、実際生活はむ難しいですよ。だから、あのそれでも自分の、えー、国よりはいいと,あというようなね、そういう人口のデ動ローというのは、要するに今の世界というのは、一つの市場の中で資本もこう流れていくでしょで、技術も流れていく、で人間も流れていくなんですよ。だからそういうよういよな、ねあのえー、つまりあの、えー 無国境かなあの,国境のないような人とこう共通の世界市場のその市場を中心とする人と物と金の流れっていうのはある程度は世界に影響するんだけどでどこまで影響するっていうのはねこれがやっぱり今まだはっきりしないんじゃないと思うんですね。だかから将来は国は一体どういうい形で取るか だから日本は、ね、現実を、えー、見ないで、例えば、えー、民主党の場合はやっぱり理想はかけてば分かるよ、魅力あ分かるんだけどもね、じゃあ現実はどうすればいいかとが、あの今、日本の直面するあの政治問題じゃないかと経済、経済問題もそうですねあの素朴な質問なんですが、あの日本はこのデフレがずっと続いていますよね、一方で中国の経済はもう8%、9%ですか、まだ。 飛ぶ鳥をす勢いでたとえこの移民1,000万人構想というのがあの法案通ったとしてもまあ想定されているまあ中国人移民するその目的っていうかそういう動機っていうのは何なんでしょうね。あのね要するに中国の人的移動というのはね19世紀はほとんど水害とかあの干ばつによってですね こうだんだんヨスコでいうか最初はコガでいうかこうあの、えー、散らばっていってです、ね、あとはヨスコでしょ大体19世紀になるとね運、えー、気高原ですね南の方があのこう移動してであの一部は海外に出てるでしょ大体人民共和国のちょっと前ならば晩秋と内モンゴルですねでその後が新疆ウイグルとで今は大体あ,あの え文化大革命の後で大体、チベット高原の方で、ああいうところはね、中国はなかなか生活は厳しいところだけども、それでもね、の山の,あの高原の方行ってるんだっけどね、あそこはなぜ中国人にとっては厳しいかというとね、ああいう,こう高原のところで、こう、なんていうかな、生まれた子供というのは大体に2歳しか生きられないですね、上蔵族の場合は。なぜかというと、なんか2歳超えると心臓が膨張して。 ああいう環境なんです、ね、だから要するに人口過剰というのはねものすごい競争が激しいだからしょうがないから外へ外へというのはあ,のあれ出てくるだからの、えーとね、大体戦前ですねあの30年代かなアルノ・トンビーが彼が予想したのはねつまりあのマレーシアがやがて中国人の、えー、天下になると満州もそうだけど満州は当たったんだけどね マレーシアが結局、戦後、イギリスの植民地が独立した後で、別の政策で中国人の輸入を阻止したというわけで,すで、あのとおり、また予想しているのは20世紀、19あの20世紀の末か、21世紀の半ば頃になると、日本列島も中国人であの埋め尽くされるんじゃないかというようなあの予想なんですよ。だからあの、あるでしょう、鳩山の理想としてはあの、日本列島というのは日本人だけのものではないと。 世界のもだから、これ実際ですね、いや、誰が入ってきてもいいし、1年で1000万人が入ってくると思うんですよ、中国の方から。1年で、そんなに何十年計画いらなくても、1年で1000万人が入ってくるだから、要するにね、すごいんですよ、どのくらいすごいかというとね、ペルーのね、こう、なんていうか、 藤本のペ,ペルーですね。大統領のペルー。あそこね、デマの方はね、えー、とあそこはい、今、大体のリマの市内だけでね、中華料,料理約あの、えー、2万何件ないでしょ、3万件近い。で、そんなにこうでっかい中華料理じゃないでしょ、こうしたのは屋台みたいで、あの上の方は人を住んでる。で、すべてが、あの2万何人っていうのは、すべてが復讐から。 入ってきた人間ですよそれは近年ですかこの,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 の、えー、23年の間で大体そのぐらいの福襲の復襲ですね福建省の方から入ってきて自分の名前でさえも書けないぐらいだからで彼らがねこうあそこでリマの方でなかなかこう経済がこう、えー、成り立たないから生活できないのですべてが。 あの、ええー、地理の本、地理の案外と景気いいだ。地理の本、潜入するつもりで。あの、あれでしょう、大体。一回が、あの、えー、観光バス、え一台チャーターして、地理、あれでしょう、あの、ええー。密入国で入ってもね、逮捕されると、また送還されて、で、また次の方で。で、五回が、次回くらいあれば、こう地理入って地理入っていくとね、こう、生活が。比較的、あの、えー、ペルーよりはいいだから、まあ、大体そういうふうにね。 こう人間がだんだんこう拡散していくんですよだから中南米がね多分年間数十万人が南米入ってアメリカのミッド東海岸だいぶ中国がね年間だいたい五十万人なんですよね。うん、だからそういうようなね。な何が嫌で中国出てくるんですかね。いやだ生活であのいわく経済大国でもねああいう貧富のこう格差の大きいやっぱり、ね、貧困層がやって,、ねうん、やっていけない、うん。あのねだいたい約七億八億の人間があの。 1>, えっと1日の生活費が大体 1, 1度ぐらいなんですよね。だからあの、こう、大概がお金じゃないんだけども、えー、党の幹部と官僚だけが、もう普通のね、<laughs> 1>, あの1年分というのはあの、大体あの2000年分のね <laughs>、一般のージ者の収入なんですよね。 台湾に入国がずっとできなかったってあの私がねあの、ずっとそうねあの、えー、オリンピックの前で、昭和39年の、えー、お正月で来てですね、で92年までがあの帰れなかったんですよ。やっぱりねあの、いろんなこう運動をやってたから、いっぱいこう、ものでも書けばです、ねあの、こいつをこう、うらせないということにならないんですよね。<laughs> やっぱり国民党が北京の方を向いていたから邪魔だっていうことですか。ずっと29年ぐらい、あのあの入れなかったんですね現在はどうですか現在はね2、えー、1992年の10月から、毎月が1回か2回ぐらい、公演したり、テレビでたりなんか、いろいろやってるんですね。 あの小林のにも台湾論を書いてから入国禁止になったっ、うん、あのね、一回こう、あのまあ、いろいろな計画があったんだけどね、彼、やっぱり忙し,してい,いから、なかなかこう、あれでしょ、本来ならばあの、陳水園政権変わる前、高尾ならば入れるんですよ、高尾、あ上、えーな,ねまあ、なわけですよね、えーえー、ちょっとこう、なんていうかあの、髪の毛剃れば、パスポート変装ですね。<laughs> あのね日本はあのかなり水浴場が厳しいんだけどね、私、その前ね、あ,のあれですよ、えー、5人と一緒であの、えー、アルゼンチンからブラジルとあのパラグイですね、あのえー、こうビザなしであの、えー、密入国したんだけどね、そんなお金かからないんでしょうあの5人で1人、あ,のあれですよ、3日間くらいかな、3日間くらいでこう行き来してですね。あのうん 1>, えっと1人10ドルだけなんでしょ、50ドルだけで簡単でしょ、安いでしょ、そんなに高くないし、ただね、ちょっとこう、失敗してるのはね、逮捕されると、何日かこうあれし使用されるから、だから、大学に講座あるから、変えてこないとやっぱりだ,だ,だめなんですね、なんかちょっとびくびくしながら、休校になるんだって。 いやどうも長時間お付き合いくださりありがとうございましたまだまだお聞きしたいことたくさんあるんですけれどももし甲先生あのこの後二次会ございますのでよろしければそこで台湾のあの現在の状況などについてあの伺いたいと思います今日は皆さん最後までお付き合いくださりありがとうございました甲先生に今一度大きな拍手をお願いしますありがとうございました